おはようございます、千春です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。私は心、体、環境を整えることで夢を叶えていきます。そして人と人がね、つながる仕組み、夢を叶えられる仕組みを作っています。今日のテーマは最初の 15%、 最初の 15% ということでお話をさせていただきます。最初の 15% がうまくいくと、その後も自動的にうまくいくというお話です。最初の 15% を整えておく、最初の 15% がうまくいくと、その後も自動的にうまくいくというお話をさせていただきます。これはね、お仕事だったりとか、会社を作るとかね、そういったことを目指している、研修会というかセミナーの中でお話を聞いたことなんですけど、やっぱり会社のルールとしても、15% 最初にルールをしっかり整えておくことで、その後自動的に社員さんだったりね、仕事の機能がね回っていくというお話でした。なるほどと思って、やっぱりある程度のルール付けだったりとか、最初整えておくことって大事なんだって納得をします。納得をするというか、なるほどな、使っていきたいって思いました。でその時に思ったのは、一つ、やっぱり片付け、例えで言うと片付けですよね。引っ越しをして、もうある程度その場所に物を配置してしまうと、やっぱり次に使った時にその配置に置けばいいから、散らからなくて済む。でも、そのまま最初がね、わーってなんかごちゃごちゃ置いちゃっていると、その後どこに置いていいかわからないから、わからなくなってしまうんですね。また結局ね、ごちゃごちゃしてしまうっていうことが起こる。やっぱり最初の 15% でしっかり、物を片付けておく、配置しておくことって大事かなって思いました。で、これがまた同じように、朝活もそうだなって思いましたね。朝しっかり、整えておく、心や体を、整えておくことで、その日一日を、スムーズに過ごすことができる、生きることができていきますね。で朝が整っていると、その日一日をうまく過ごすことができるし、その日一日が整っている、一日を重ねていくことで人生もうまく過ごすことができるというふうに思いました。やっぱり朝を整えて一日をうまく過ごしていくこと、そして日頃の中、日常の中でも最初の 15% を整えるということ、ここを意識していくと面白いことができていくんじゃないかなというふうに思います。では、ぜひ最初の 15% 意識してもらうとね、いいと思います。ということで、今日も素敵な一日をお過ごしください。いいことあるよ、楽しんで。 Have a good day。 いってらっしゃい。